オイゲン・ヨハン・クリストフ・エシュペルオイゲン・ヨハン・クリストフ・エシュペルは、ドイツの昆虫学者、植物学者、病理学者、鉱物学者である。現在のバイエルン州、ブンジー・デルで生まれた。兄に古生物の研究で知られる、ヨハン・フリードリヒ・エシュペルがいる。父親は、牧師で、植物学者、シュミデルの友人で、自然愛好家で、兄弟も父親の影響を受けた。 進学を学ぶが植物学に転じエアランゲン大学で1781年に博士号を得た。エアランゲン大学の非常勤教授となり、1797年から常勤教授となり、1805年に博物学部長となった。著書には、鳥類、画像と解説などがある。豊富な画像が付けられた著作で、 第2版はシャルパンティエによって1829年から1830年に再刊された。博物画家として有名なマリア・ジビーラ・メイリアンの集めた標本を含む芸人区の膨大な昆虫のコレクションを最初の科学的な研究を行った。病理学の分野では古代の病気について研究する古病理学の分野の先駆者となった。 ダイシュメターリングインアビルドンガンナーハデアナチアの図版、エスパーは、植物の学名で命名者を示す場合に、オイゲンヨハンクリストフエシュペルを示すのに使われる。ありがとうございます。